はい、皆さんこんにちは。明けましておめでとうは、もう遅いですけども、今年もよろしくお願いいたします。皆さんはいいお正月でしたか？今日はこんな奥さんとひょっとこを書いてみたいと思います。それからもう一つはこのしでこぶし、紅こぶしっていうんですね、これはね。こぶしの花はね、春一番に咲きますのでいいかなと思ってこれを選びました。ではまずこの奥さんとひょっとこですね。奥さんはまずこちらから描きますよ。はい、ここはスッとまっすぐ下ろしたらほっぺをぷくり、はい、スッと下ろしたらほっぺをぷくりね。そこに髪の毛を入れて、それからこのへっこんだところにね、ちょうどペコッとしたところに目を入れます。そして鼻はね、目の近くがいいですよ、ね、お口、まあこんな風にしていきましょうか。そしてちょっと二皮目にしていきます。さあ、ひょっとこの描き方ですね。これは、この辺から眉毛を描きます。眉毛、そしてこの真ん中に鼻を描いたら、鼻の横に目を描きます。そしたら目と鼻に触るようにほっぺ、ここにとんがったお口を描きます。こちらのほっぺも描きます。そしたらこのほっぺからぐるりとこの顎のところまでいく。それでほっかむりをすれば、これでひょっとこになるんですけど、ちょっとシワも描いていきましょうね。ね、はい、こんな感じです。じゃあ色を塗っていきますよ。そう、お福さんは紅梅の薄いのか朱色の薄いので、まずほっぺを塗りましょう。それからお口は本当に気をつけてくださいね。水分をよく、筆のね、水分をなくしてからちょんちょんちょんって、こんなもんでもいいですね。それにちょっと目の横にアイラインを入れます。そしたら藍色の薄いので、あの額のこの眉毛みたいなとこね、これポンポンと入れましょう。ちょっと寂しかったらここにあのこうちょっとおリボンでもつけてもいいですよ。さあ、今度ひょっとこさんの方はですね、黄土色とね、朱色をちょっと混ぜて、そしてあの男性のちょっと日焼けした肌色にします。これをさっと塗ります。そしたらこの人はお酒が大好きなので、ほっぺと鼻、そしてお口、この辺を赤くしてね。それからこの口の周りにちょっとおひげをポン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 とこう描いてやって、さあ今度は手ぬぐいの群青でいいね、これね、水玉模様を、はい、描いたら終わりですね。さあ、今日の日はありがとうと書きましょう。今日の日を書けるかな、あ、り、なんとか入れちゃう、ありがとう。さあ、ここでおっとっとっと、ハケはありましたけども、そう、この網が必要ですね。このハケと網、使い方はお水をたっぷりハケに含ませてから絵の具をゴシ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 っと入れます。はい、こうしてゴシ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 っと入れたら、タオルの上でトン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 と水分を取りまして、こうやりたいところにこうしますね。はい、はい、出来上がりましたよ。はい、では次、紅こぶしを行ってみましょう。私はね、お正月にね、あのこれは割り箸でいきますね、生徒さん120人ぐらいでね、いつも新年会をやるんですよ。まあそれがとっても楽しくてね、ちょっとここに写真がありますので見せちゃおうかな。
これはプリンセススミコと言いましてね、私のマジックショーです。周りの人たちはね、私の生徒さん、何でも役をつけてね、私すぐやらせてしまう。そしてこれは岐阜で有名な織田信長のお芝居をしました。私はおのおになりましたね。こんなバカなことをやっております。はい、人生なんでもね、毎日が楽しい方がいいということで、毎日そうしてバカなことをやって遊んでますね。皆さんも近かったらね、ぜひ私の新年会に参加していただきたいんですけどね。はい、芯を描きます。そしたら花びらの真ん中の線を描いて、こうね、これ花びら何枚あるのかな、ちょっと数えておりません。うちのね、庭にもね、この拳の花があるんですよ。今はまだね、つぼみで、硬いつぼみがね、こう毛がね、ボボッと生えてるんですね。そんなのがいっぱいついてます。さあ、こうしてね、ちょっとここのところこういうふうにするとね、花がね、こう曲がってるっていう感じになります。この芯を取り巻きながら、こういうふうにどんどん入れていきます。毎日ね、本当に私ね、日にちがね、一日一日がね、笑わなければいけないとこう決めてます。笑えるところに行き、そして笑えることをやり、ね、楽しく楽しく楽しく過ごさなければという感じでおります。仲間もどんどん増やして遊んでおりますよ、ね、さあ、火をかきます、ね、こう火をかきます。そしたらここからまだ花がつくような硬いつぼみがありました。これはですね、紅梅をこの曲がったところ、花びらのね、外側がね、赤いね、赤いっていうかピンクなんですよね。中はね、白いんです。そしてこんな感じで、このちょっと曲がったところをね、こうすると花びらがくりっと回ったような感じに見えますし、それからこれを外の方を描いてしまったら、ちょっと薄い紅梅でここの中を少し塗ってやりましょう、ね、私の庭もね、今もう花の苗がね、ちょっと元気になってきましたね。ちょっと大きくなってきました。もう4月5月になるとね、庭中がね、もう花いっぱいになるんですよ。自分で言うのもなんですけども、町内一番綺麗じゃないかなって自分だけで思ってますけどね。もうお花が大好きで、はい、さあ、あ、まだまだこの芯を塗らなきゃね。芯モードです。はい、てん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 とね、はい、もう誰もが大好きな春が、何にしましょうか。はい、こうできちゃったよ。はい、じゃあ今日はおふくさんとひょっとこそれにしでこぶしでした。はい、今日はお気づきの方、ここ飼い犬に手を噛まれちゃいましたなんかね、そんなこともあるんですね。はい、じゃあまた来月も見てくださいね。よろしく。ありがとう。